はい、こんにちは、田原です。今回はオートビズの使い方ということでお伝えさせていただきます。シナリオの作成、登録ページ、そして、配信のステップメールの作り方のところまでお届けさせていただきます。ステップメールの方だけ知りたいという方は、後半の方になりますので、ちょっと矢印の方を、動かして、途中から再生してみてください。ではちょっと早速行ってきます。まずですね、オートビズの部分でシナリオ作成をしていきます。そこの中で、まずですね、ここのシナリオ管理というところから、もうすでに作っているものがあれば作っているということなんですけれども、なければですね、ここの新しいとこですね、ここを、クリックします。はい、そしてシナリオ名っていうところがあるので、ここで入れます。例えば、仮メルマガっていう風にしておきましょうか。そして変更というボタンを押します。はい、そうするとですね、先ほどの部分でここ仮メルマガっていうものができました。で、まだここの部分でいくと、まだここ未登録だったりとか全然しますので、ここのところをですね、全部設定していきます。で、設定の仕方としてはこのもう左の部分で上から順にここやっていきます。ではここやっていきます。登録ページ。ここの登録ページのところに行くと、まずこのシナリオ名っていうところがあるので、先ほどのものをクリックします。先ほどのものを選択して編集というボタンを押します。はい、そうするとですね、ここの部分で登録のものが出てきます。で、お名前を入れるもの、お名前とメールアドレスと、あとボタンということでなっているんですけれども、名前のものが必要なければここで削除してください。はい。で、逆にここの部分では追加したいときとか、こう何番目に追加するっていうものがあったりとかしますので、ここで追加をします。で、ここですね、ネーム属性とかっていう風にあるので、ここでネーム1とかネーム2。こういった風にですね、選択いたします。例えば、名字とか、お名前でいいですかね。はい、こういった形でやっていくということです。で、また、登録するときは登録するということで、登録ボタンを押せば OK になります。はい。で、ここで行くと、今の部分で項目ですね。項目がついてきて、その後は、こういった部分でヘッダーとかフッダーとかに言葉を入れる場合であれば、ここに言葉を入れておいてください。はい。で、重複登録の禁止をするときは、ここチェック。あと、カラメールですね。の分で、よく昔、携帯電話でカラメール登録とかあったときは、ここにチェックしたりとかするんですけれども、まあ、今の中で行くと必要ないかなというふうに思います。はい。でですね、ここの部分で登録ページが終わりました。じゃあ次にやることっていうのが、この完了ページ。ここを押します。はい。完了ページですね。で、完了ページですね。この登録完了ページっていうところで、ヘッダー、本文、フッターっていうことで、このようにですね、なんか入れることができます。ここで設定することができます。このたびは、ご登録ありがとうございますとか、ましたとか。っていうふうに入れたりとかすることもできます。はい。で、それ以外に、サンキューページっていうことで別のサイトに飛ばすときとかは、ここの利用ページっていうところにチェックを入れて、ここに、URL を入れてください。はい。で、ちょっと例えば、はい。ちょっと僕の方で入れるとしたら、このようにして作成ボタンですね。作成登録ボタンを押すと、登録完了ページができたということになります。はい。で、その後、に関してですね。今、登録の完了ページまでできたので、次、配信文作成というところです。ここからがステップメールになってきます。はい。配信文作成というところで、ここ。まずは基本設定が未登録ですというのがあるので、シナリオ名のところを先ほどのものにして、基本設定、ここを押します。はい。そしてですね、まずはここの、お名前とメールアドレス。ここが基本的なものになってきます。例えば、私でいくと、田原。安則っていう風に入れたりとかして、アドレス。これは、メルマガの返信メール。メルマガから返信してもらった時に届くメールにもなってきますので、ここで設定していきます。はい。できればですね、Gmail じゃない方がいいということで、Gmail は結構振り分けられたりとか、いろいろとセキュリティが結構逆に高いので、違う独自ドメインの方もいいのかなと思っております。で、メール送信者、携帯、ドコモ、au、ソフトバンク、ここにも送信する場合はチェックを入れます。これ基本設定なんで、その後はですね、特に入れる必要ないです。で、定型文とかですね、定型文を入れるのであれば、例えば、こんにちは、田原ですとか、でこれを定型に確実に入れておくとか、
もうあとは、例えば、署名ですね。ここ署名も入れておくといいですね。発行者、スター S のりとか。はい。で、あとですね、一応署名欄のところに、必ずメールマガジンであれば、配信会場を自由にできるということを読者さんに選択できるようにする必要があるので、メールマガ配信会場はこちらっていうふうに入れておきましょう。で、差し込み文、差し込み項目っていうと、ここですね。ここチェックしてください。そして、変更、編集、解除ってあります。で、ここ解除 URL ですね。で、挿入ボタンを押すと、ここに出てきます。キャンセル。で、逆に、メールアドレスを変更したい方は、こちらっていう風にして、ここのさっきの先込み項目の変更 URL っていう風にして挿入ということも OK です。まあ、特にここは必要ないかなと思いますけれども、これでいいです。で、あと必要事項ですね。住所必要な人は住所を入れて、電話番号とか、メールアドレスとか、お問い合わせ、メールアドレスとか、まあ、こんな風に入れてもいいですね。で、ここで署名を作っておくと後からも楽になっていきますので、必ず入れておいてみてください。で、あとは登録通知ですね。メルマガのこれが登録されましたよとか、フォームが登録されましたよという時に、どこに送るか。例えば、先ほどと違って、サポートっていうところに入れたいのであれば、サポートっていうふうに、はい、入れるとか、はい。こんな感じでやっていきます。メール通信送信者。まあ、これも同じなんですけどね。はい。で、これで登録ボタンを押すと。いうことで、まずは、こう戻りますね。こういった風にすると、もう一回配信文作成いきます。そうすると、先ほどの、基本登録が未登録ですみたいなものがなくなりました。で、ここですね、もうここですでにあります。配信文っていうことでも、1通目、2通目っていう風に出てきています。で、ここですね、ここ見ておいてくださいね。配信追加、ここをしていくと2通目がこう出てきます。ここもう一回打つと3通目が出てきます。こういった風に、ステップメールを作ることができます。はい。じゃあ次ですね。編集するときはどうするかというと、もうここですね。簡単です。この配信文作成のところからのここですね。この操作で編集。これを押します。そして件名ですね。登録ありがとうございますとか。ちょっともうこれ仮ですけどね。はい。っていう風にしてテキストメールとかで、はじめまして、田原です。この度はご登録ありがとうございますとか、まあ、こんな感じで入れたりとかできます。で、あとはそこの部分で、先ほどの署名を入れてたら自動的に署名出てくるので、もう特に入れたくないよってことであれば署名は特に入れなくてもいいです。で、こう同じようにですね、差し込み文ですね。例えば一番最後に、今日もご覧いただきありがとうございましたとかにして、もう読まないよという方は、こちらから解除できますと。本当はこれ解除したくない、してほしくないですけれども、先ほどもお話ししましたように、読者さん、まあ、一方的に送ってないよっていうことを認識してもらうためにですね、Google のメールとかにですね。なので、ちゃんと配信解除リンクをつけておかないと、迷惑メールに結構入りやすいので、必ずこれ入れておいてください。はい。こういった感じでですね、やっていきます。で、時間ですね、ステップメールのところでいくと、登録から何分後とかなったりとかしてます。ね、時刻でとか、何日後の何日とか、いうことになったりとかしますので、間隔っていうのは、ま、何分後とかですね、1日後とか。基本的にはこの時刻で設定、ステップメールであれば、例えばこれでいくとも、まあ、例えば、1日後の朝7時とか、こんな風に設定していきます。はい。で、例えば、ちょっとテストメール送ってみましょうと。必ずここでですね、やっぱりチェックもできますんで。はい。いつのテストメール送信しましたとかっていうことで確認することもできます。はい。という部分で今、こう登録が完了したという、ここですね。これで登録が完了したということになります。はい。配信文作成見てみると、ここで1日後の7時とかっていうふうにしっかりと設定することができてます。
再度編集するときは同じようにやったりとかするといいです。はい。でですね、あとは、特に、オートビズに関していくと、HTML、画像を作ったりとか、文字を大きくしたりとかっていうのが、結構これ簡単です。他のメルマガスタンドに比べてめちゃめちゃ簡単です。ちょっとお伝えさせていただきます。最初にですね、作るときは、この HTML がこう反映されないメールアドレスというか、携帯とかパソコンとか、受け取り方が HTML に対応してないっていう人もいるので、必ずテキスト本文も書いておくといいです。で、書いた上でこれを全部選択してコピーしておきます。はい。で、次、HTML 形式。で、HTML 本文ですね。ここも書いてますね。HTML メールを送るときは、テキスト本文を入力してから、HTML 本文に復習するのがおすすめですということに書いてますね。ここで書いてますね。で、ここで先ほどの文を貼り付けします。こんな風にできます。で、例えばこういった部分でもう簡単ですね。この度はありがとうございますとか、ちょっと大きくするとか。ね。サイズを、こんくらいにするとか。ね。ご登録っていうところをちょっとね、赤文字にするとか。こういった部分もですね、ものすごく簡単に、こんな風に。こう背景入れるんだったら背景入れるとか。こんな風にマーカー入れたりとかもできます。はい。こういった風にするとですね、ものすごく簡単ですし、ものすごくわかりやすい。なのでですね、ぜひともやってみてください。画像を挿入するときはですね、この URL でやらないといけないっていうところがあるので、そこのところはですね、ちょっと注意が必要なところでもあります。はい。基本的に、この画像を入れたいときとかもですね、簡単にちょっとお伝えさせていただくと、ブログとかからですね、最初にブログの中にメディアを追加しておくといいです。何を言ってるかというと、結構ワードプレスとかでですね、やっていく方法があるんですけれども、単純にですね、例えばデスクトップ上にある画像を、これを持ってこようと思ってもね、持ってこれないんですよ。これここに入れることができないんですよね。なのでこれを、まずは、URL にする必要があります。なので、ちょっと簡単な方法としては、ワードプレスのこのメディアのとこに行っていただいて、新規追加ですね。新規追加で、ここします。そしたらここですね、ここ押します。もう一回。そうするとですね、ここにリンクコピーっていうことで、これが出てきます。これをコピーします。はい。これが URL ですね、画像の。先ほどのここの部分に、このマークですね、富士山みたいななんかマークを入れて、ここに貼り付けます。そして、オンをしますと。ちょっとこれ画像が大きいのでですね、ちょっと画像大きいですけど、こういう感じで変更することができるということです。はい。で、なんか出てますね、こうやって。ちょっと300とかにしましょう。あ、こういった風にサイズも変更できますね、すぐ。なんか簡単ですね、めちゃめちゃ。はい。で、それ以外に、例えば、リンクを貼るとか、詳しくは、こちらからとかにして、こちらっていうのをここにリンクつけるとか、リンクつけるときはこれですね。このリンク挿入っていうボタンがあるので、リンク挿入ボタンを押して、ここで URL を入れます。トピーズと。私のやつですけどね。そうすると、ここでリンク付けされるということです。強調したかったら太文字にして大きくするとか、そういったこともできます。はい。ちょっと極端にしておきましょうか。こんな感じでね、できたりとかします。もちろん画像にもこれをリンク貼れます。画像にもここにリンクを貼ったりとかもできます。はい。こんな風に。なので、ここをクリックしたらリンクに飛ぶっていうような。こういう設定とかもできますので、ものすごくですね、オートビズは使いやすいです。そして、登録すると。いうことにしておくと、今こういった風にですね、こうタグが出てきてますけども、普通だったらこういうタグを入れながら作らないといけないんですけれども、オートビズの場合であれば、このように感覚で作れます。で、ちょっともう一回ね、感覚で作れたというか、ここのソースボタン、ここを押すと戻ります。こういった感じで。で、このソースっていうボタンを押すとソースになっていきします。はい。わかりやすい方はですね、わかりやすいというか、慣れてる方はこっちでもいいのかもしれないですけど、ちょっと私はあまり慣れてないので、このようにすると結構ね、使いやすいということになります。で、登録ボタンですね。は
はい。すると OK です。そしたら配信の部分で、先ほどの文もちょっともう一回見ていますけれども、このようにできるということになります。はい。ということでですね、今回は、オートビズでの、まずはシナリオ作成からのステップメール作成というところまで、解説させていただきました。このようにですね、やっていきましょう。ということで、今回は以上となります。ありがとうございます。